すべてはお客様の可愛いのために。ピンクラテとピティの提供でお送りします。取材はこんな言葉から始まった。そうですね、なんかずっと、まあ、プロデューサーって仕事をやってみたいなと思ってたので、まあ、これからもファッションっていう、まあ、カテゴリー、ファッションを通じて誰かの憧れになる人を育てたりとか、なんかそういう憧れの存在みたいなのを作りたいなっていうのは思ってますね。うん、はい。表参道にある株式会社ワールド、ピティの一日はここから始まる。ファンレターはどれくらいの数が届くんですか？月に大体30通とか40通ぐらい届きますね。一つずつお返事を書いてるんですけど、ちょっとお任せしちゃったりとか、なかなかこう追いつかないんですけど、必ず手書きで、あと毎月ちょっとデザインを変えてお送りしてます。ちなみに今月もは6月はちょっとホーム画面風にデザインしました。かわいい、毎月変えてます。なので毎月くれる子とか、これをコレクションしてくれたりとかしてます。デザイン変わるんで。どんなに忙しい時でも、まあ、丁寧にファンレターの返事を書いてました。まあ、一度ですね、大変だからさコピーにしなよなんて言ったことがあるんですよ。すごく嫌な顔して怒られました。まあ、彼女を表すエピソードの一つです。ピンクラテ TV のプロデュースを務めるピティ、今彼女が思うこと。もともとすごい YouTube が好きでよく見てたんですけど、その YouTube をお仕事でもやってみたいなって思うようになって、もうとりあえず最初はもう有名な YouTube 会社さん、さんとかに会いに行ったんですよ。でもういろんな人の話をとりあえず聞きまくって、でやっぱ聞いていく中で、あ、 YouTube やってみた、 やりたいなっていう気持ちがすごく強くなって、もうその当時はなんかこう YouTuber さんっていう人たちもあまりたくさんいるわけでもなかったですし、芸能人の方とか、あとブランドが YouTube やるっていう実例はなかったので、あ、早めに始めたいなって思って、で会社の偉い人にそのプレゼンしに行ったんですよ。こういう形でチャンネルをやりたいっていう。で、もともとはピンクラテじゃない他のブランドでプレゼンしたんですけど、その時にその偉い方にピンクラテの偉い方もそういうようなことをやりたいって興味持ってるよっていう話をいただいて、でご紹介いただいて、で会って結構話が弾んで、じゃあピンクラテっていうティーン向けのブランドでYouTube やろうかっていう話と、まあ、同時期ぐらいにそのウェブモデルっていうユニットを組むっていう話があったので、じゃあウェブモデルでピンクラテ TV っていう YouTube やろうっていうことで始めました。そうですね、大学で私は広告とかブランディングとか、まあ、メディア関係の勉強をしていて、そっちの方面に興味があったの と私すごい田舎出身でミーハーだったので、なんかこう憧れの存在に向けてこう近づきたいなっていう思いがすごくモチベーションになっていて、そういうなんかこう誰かにとっての憧れの人になりたいっていう思いもあるし、そういう人をこうプロデュースしたり作りたいなっていうふうにずっと思っていて、で、まあ、好きなファッションの分野からそういう憧れの人とかをこう作ったりとかプロデュースしたいなという思いで、まあ、就職活動をしてました。で、まあ、ワールドっていう会社を知ってこう選考を受けてたんですけど、オフィスがもう表参道にあるっていうのがすごいときめいて、もう最終的にはもう表参道で働きたいっていう思いでワールドに決めました。はい。
いつもこんなおしゃれなご飯食べてるんですか？いやもう最近本当にずっとあれです、お弁当持ってきてラビーさんとお弁当食べてます。なんですけど週に金曜日とか週末はご褒美っていうかちょっと豪華に、わかんないね今日は豪華で、今日はそう、週に週末は結構外で何が流行ってるかっていうのを知るためにも出たりとかランチしたりはしてます。ちなみに今日のご飯は、今日はカルパッチョですね。私お魚大好きなんですよ。おいしそう。お魚大好き。こんな感じでいいですか？プレスルームです。はい、今から衣装を選びに行きます。はい、なんかコーデ組むときはなるべく流行りのものと、あとみんなが真似しやすいコーデがいいなと思って考えてます。あとはもう自分が可愛いって思うやつ。かわいい。これでおそろコーデにしようかな。なんか今年シースルーがめちゃめちゃ流行ってるから、そういう流行りのものとかもなるべく分かりやすいようにコーデ組む。じゃあこれをメインにコーデ組むかな。今日はちなみに誰のコーデを？今日はユナとレイラのコーデを組む予定です。なんでちょっとイメージ的にはこっちがユナでこっちがレイラかな。あとトップスですね。これに合うやつ、なんかこれがちょっとデザインとか柄が入ってるんで、上はなるべくシンプルなのがいいかなって思うんですけど、ここら辺ダメですか？ありです。例えばデニムだからこんな感じ。じゃあこうしよう。決まり。はい、これがユナかな。ユナコーデ。はい、レイラコーデ。似合いそう。かわいい。6月後半から7月中旬ぐらいの企画を考えていきたいと思います。はい、ユナは鬼滅、すっごい好きで多分得意だから、もう鬼滅なんか意識したコーデ企画とかしても面白いかな。確かに。ピティさんは、私の一つ上の先輩なんですけど、もうとにかくもう頼りになる、ついていきたいっていう先輩ですね。なんかもうとにかくファッションだけじゃなくって、もう、グルメだったり、世の中のトレンドっていうものにものすごくこう詳しくって、いろんなことを教えてくださる優しい先輩です。ピンクラテ TV については、皆さんと感じてくださってると思うんですけど、もういつだってピティーズとかモデルちゃんたちのことをずっと考えていて、どうしたらみんなが喜んでくれるんだろう、楽しんでくれるんだろうって、そういうことをもう常日頃考えて、もう全力投球でお仕事してくださってる方ですね。すごく素敵な方です。ピティーさんのプライベートなところなんですけど、そうですね、一つ上の先輩ではあるんですけど、なんか全然選ぶたところがなくて、なんか自分の発見した楽しいこととか、なんか興味深いことを全部こう教えてくれて、なんか一緒に楽しもうとしてくださる、すごく気さくで明るい方です。はい、間違いなくピンクラジ TV を人気コンテンツにさせた、立役者ですね。彼女は YouTube の企画、SNS の運用を含めたデジタルマーケティングの知識がもちろん強みなんですが、一番はユーザー、ファンの気持ちを知っていること、そしてその気持ちに対しては労を惜しまずに行動すること、これが彼女の最大の武器で、ピンクラテ TV にたくさんのファンがついてくれた理由だと思います。ピティさんは一見おっとりしてそうですけど、あれですよね、ピンクラテ TV の、番組構成だったり企画を練るときっていうのはかなり真剣で、あとはやっぱり、なんていうのかな、
なんていうの、スケジュールをまとめるであったりとか、あとは印象に残っているので言うと、やっぱり宣伝会議、雑誌の宣伝会議に載ってるような感じで、やっぱ自分で勉強しながら、なおかつ、それをピンクラ TV に注入していくっていうところは、かなり印象に残ってますね。そうですね、僕らの事務所側の人間から見ても、まあ、僕らと同じぐらい、それ以上にメンバーのみんなとすごいいい関係を作ってくださって、本当にメンバーそれ一人一人の良さを最大限に引き出すような企画だったりとか、それこそ僕ら男性スタッフではできないような SNS、 とても可愛らしいインスタグラムだったりとか、まあ、本人たちの高齢の写真だったりとか、本当にセンスあふれる方だったなと思います。おいしそう。なんか最近流行ってますよね、レモネード。何ですか？はい、みんなにお伝えしなきゃいけないことがあって、本当はもっと早く言いたかったんだけど、これ本当にドッキリとかじゃなくて、ちゃんと話したかったから、こういう風な機会を取ってあったんだけど、8月15日の撮影を持って、私とラビーさんがピンクラテ TV を卒業することになりました。そう。ね、実は結構前から決まっていて、ね、本当の本当は、もっと前に、ね、みんなにお伝えして、こうお別れの時間とか心の準備とか取りたかったんだけど、まあ、いろいろな、ね、世の中の状況とかがあって、どん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 こう先になってしまって、でもなんかこう直接言いたかったから、今日最後に言おうと思ってこのような場を撮らせていただきました。はい、ね、ピンクラテ TV は本当にこの構成っていうか、始まる前の段階、みんなと会ったりウェブモデルが結成される前の段階から私はお世話になっていて、すごく思い入れもあるし、イベントやりたかったなとか、まあ、いろんな思いがあるんだけれども、まあ、コロナの状況とか、なんていうか自分だけではどうしようもないところとかもいろいろあって、本当にみんなでこうお伝えする、いきなりお伝えすることになっちゃって、実際みんなと撮影するのはあと1ヶ月ぐらいと、ピンクラテ TV に関われるのも10月15日までというふうになったんだけど、まあ、なんかこう最後まで私がこう一緒にみんなと作ってきたピンクラテ TV なので、なんか楽しく笑顔で終わりたいなって思ってて、はい、なので8月15日まで最後までよろしくお願いします。私からもちょっとだけ話させていただくと、私はちょっと途中から参加させていただいてて、皆さんと初めましてしてから約1年くらい、でも1年経つだなってびっくりするんですけど、最初私ちょっと不安があって、みんな途中から入ってきた私を受け入れてもらえるのかなってちょっとこう不安に思う気持ちもあったんですけど、でもみんなすごくこう最初から明るく優しく私のことを受け入れてくれたので、もう本当に嬉しくて、みんなのいつもの元気な姿撮影で見せてくれて、いつもこう撮影のために楽しみにしてました。 でこれから先8月過ぎたって最終撮影日過ぎてしまうと、もう直接ね関わる機会もなかなかなくなってしまうのかなと思うんですけど、でもそれ以降も日ピンクラテ TV のファンとしてみんなの活躍ずっと陰から見守ってますし、応援もしてるので、ぜひこれからもピンクラテ TV をみんな活躍してほしいなって思ってます。頑張ってください。はい、なんかこう栗ももちゃんとかゆらゆら卒業してったように、ピンクラテ TV はなんかこう、この活動だけじゃなくて、みんなでこの YouTube とかね SNS とかを通してやる活動から、みんなが持っている夢を叶えて卒業していくっていう、こう、なんか続いているから、ラシマラビーさんも次のステップに向かって頑張りたいと思っているので、なんか悲しい別れとか悲しい卒業じゃなくて、
前向きな卒業になれたらいいなって思ってます。本当に直前に言うことになってしまって申し訳ないんだけど、でも直接言いたかったから困惑させて申し訳ないけど、あと1ヶ月ぐらいかな、撮影は最後まで一緒にできたらいいなと思うし、すごく悲しいけど、でもなんだろう、暗い別れとかじゃなくて、先輩方と同じようにみんなもいつか卒業すると思うし、なんかこう次の期間で行こうねっていう思いを込めて、私がいなくなってもみんながしっかりピンクラテティビを引き継いでくれると信頼してるんで、最後まで頑張っていきましょう。ありがとうございました。私ピティとタビーさんが7月の撮影に乗って卒業することになりました。そんなことあるの？どうしたの？どうしたの？なので、あと1ヶ月ぐらいの最後までよろしくお願いします。はい、なんかピンクラテ TV はみんなと出会う前の構想の時点から私はちょっと関わらせてもらってて、なんでも約3年間なんですけど、なんかもう自分なりにすごい思い入れもあるし、本当にチャンネル登録者数1人の時からここまでやってきたので、いろんな思いがあるんですけど、やっぱりこうクリボムちゃんとかゆらりとかが夢を叶えて卒業していったように、私もちょっと次の人に行きたいなと思って、はい、なのでなんかこう悲しい卒業とかじゃなくて、ピンクラテ TV っていつか何か誰か卒業していくし、みんな夢を叶えて卒業していってほしいなっていう思いが最初の頃からあったので、自分も次の形にバトンタッチしようかなって思ってます。私は途中からみんなの仲間に入れてもらって、でも考えればもっと1ヶ月2ヶ月もすればみんなと出会って1年ぐらいになるのかなと思うんですけど、私も最初来た時にはちょっとこうみんなぐらいの年代のことが関わることってあまりなかったので、うまくやっていけるか不安だなってすごく思ってたところもあったんですけど、みんなすごく優しく私のことを受け入れてくれて、なんかすごく社会からほっとしたし、毎回みんなの楽しい様子とか見てるだけでなんかすごく癒されるなと思って日々の撮影に臨ませてもらってました。でこれから、ね、あと数回の撮影を経て、もうなかなか会うこともなくなってしまうかもしれないんですけど、まあ、今後は私も一ピンクラテ TV のファンとして、もう視聴者としてみんなの活躍のことですね、ずっとこう動画を通して見ていきたいと思っているので、これからも優しいみんなの方は変わらずに頑張って活躍してもらえればなと思ってます。はい、めっと締めようと思ったのにそのあとそういう話だったんですけど、ひめかさんひめかとかアリアとかもう狙って2年以上経つのって思うと、なんか勝手にすごいたまに会う立ちではあったけど、みんなもお姉さんみたいな感じでこの2年間やってこられたのかなって思うし、なんかエコとも去年大阪一緒に一緒に行ったりとか飛行機一緒に乗ったりとか、なんかみんなそれぞれにすごい彼の思い出があるんだけど、もう私はいなくなったりとかするわけではないので生きてるし、ワールドのビルの中で働いてるので、まあ、どこかでまた違うお仕事なのか、もういくらでインディアを通してなのか、クルモンちゃんとかゆらりがそうであるように関わり続けたいなと思ってるし、まあ、卒業ではあるんだけれども、ピンクラテファミリーの、ピンクラテファミリーの一員として、これから見たいなと思っているので、一緒に撮影するのは、あと2回とか3回とかになってしまうんですけど、はい、最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、なんかこうずっと言わなきゃって気にかかってたので、ようやく言えてよかったなって、ちょっと、安心してます。でもなんかこうピンクラテ TV は卒業と新メンバー加入を繰り返していくチャンネルなので、これからもいい伝統は引き継いでもらいながら、みんなが夢を叶えて成長していく場所であれたらいいなっていうふうに思います。はい。
なんか私の夢もファッションに関わりながら誰かにとっての憧れとか頑張る目標みたいなのをプロデュースすることで、それはピンクラテ TV を卒業しても変わらないので、これからもこうファッションとかピンクラテっていうブランドに関わりながら夢をどんどん叶えていけたらいいなって思います。よかったらフォローしてください。顔も出てます。